観光で来られてるんですか。はい、そうです。どっから来られましたか。名古屋です。あります。ここのお店は初めてですか。はい、はい、いろいろある店の中でなんでここなんですか。口コミを聞いて、僕が美味しいと聞いたんで、それで来ました。名古屋の方からですか。長城は結局こちらなんですよ。美味しい、みんな美味しい、みんな美味しい、美味しいぜひ行くべきだ。お食事いかがですか。めっちゃうまい。めっちゃ美味しいです。何が一番美味しいですか。お手焼き、お手焼きは、あとでも牛串、エビも、エビもかかった。お店の雰囲気いかがですか。めっちゃいいよ。めっちゃいい雰囲気ですね。台風というか、こういう店って名古屋とかにもありますね。いや、ないです。名古屋食べるんですか。全然ないです。名古屋って言ったら味噌カツが有名じゃないですか。まあ、そんなのも。ただやっぱソースですね。やっぱソースですね。カツはソースが一番ですね。じゃあ、何か皆さんそれぞれ一言なんか言っていただいたら嬉しいです。大阪に来たら、親父の串屋。親父の串屋最高。ぜひ大阪にお越しの際には親父の串屋へ。